俺山尻水江さんとお付き合いしています。佐々木社長は昨日四つ井元住銀行に融資の相談をしに行かれました。1990年代半ばバブルの終焉とは裏腹に優勢を迎えた家庭用ゲーム業界。乾物屋の2階から始まったゲームメーカー BNK、 やがて時代の波に巻き込まれていく彼らの行く末とは。シアターシンクタンクバンカが送る出会いと別れのあの頃の物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。